やってきました。今年一発目のソロキャンプ。今回訪れるのは温泉がすぐそばの奥山キャンプ場。迫り来る大寒波に春八郎が挑む。というわけで、こんにちは、つぶころスタジオ春八郎です、ね。今日の日付はね、1月の8日の金曜日です。時刻の方が朝8時15分を回ったところです。正月もね、終わりまして、昨日七草粥の日でね、何の日だったか忘れちゃった。七草粥をね、ひたすら食べる日ということでね、お昼ご飯と夕飯とね、七草粥を食べましてね、今日はね、一泊のキャンプまた向かっております。正月一泊目のキャンプ正月一発目のキャンプですね。ああ、もう新年早々噛んじゃったよ、クソ。ということでね、一発目のキャンプ、向かう先はね、こちらですこちらです、福士川渓谷、青少年魔界村じゃないもう一回、福士川渓谷青少年旅行村奥山キャンプ場ですね。青少年魔界村に行ってどうすんだどういうレッドアリーマーが出てくんだよこの奥山キャンプ場はね、確か2年ぐらい前にね、一度行ってるんですけども、すごいね、お気に入りの場所でね、今日楽しみなんですけどね、今回ね、1月最初のキャンプということで、癒しを求めたキャンプをやりたくてね、いうことでね、奥山温泉のある奥山キャンプ場にね、今日ね、向かうことに決めました。それでね、このね、1月8日ってね、実はね、日本列島に大寒波が今、襲いかかっております。だいぶね、やばいです。なのでね、奥山温泉にね、昨日電話したところ、一番怖いのがね、そこのキャンプ場までの道のりが凍結していないかなっていうところでね、これ凍ってるともうどうしようもないもんでね、それを聞いたらね、その窓口にね、電話に出たね、おじさんが、あ、大丈夫だと思いますよって言ってね、こう結構ね、こうトーンが軽い感じでね、どうかな、大丈夫だと思うけどなっていうね、重いトーンだったらちょっと心配だったんですけども、その電話対応してくれた方のね、トーンの軽さにね、少し安心しまして大丈夫だと思いますけどねなんて言ってくれたもんですからね、そのね、トーンを信じてね、行くことを決行しましたけどもね、寒波なのでね、寒いです、きっと寒いと思いますのでね、防寒もね、しっかりしてきました。なんつっても大寒波だからね、寒波宣言ですよね俺より先に凍ってはいけない、俺より先にポチってもいけないポチるのは通販関係ないんですけどね、そういう感じでね、今ね、52号、国一バイパスから52号入りましてね、そうこう言ってる間にね、52号に入りまして、この52号をね、ひたすら北上していく手はずになっております。まずね、今回奥山キャンプ場行くんですけども、その途中というかね、一回通り越して、道の駅南部に寄ろうかなと。そこでね、道の駅南部で食材をね、ちょっと仕入れたいなと。今回持ってきた食材は今日のお昼ご飯とで宴のメイン料理だけなもんですからね、それだけだもんで、乾杯のあてとそのメインディッシュを食べながらちょっと箸休めみたいなもの、そして翌朝の朝ごはん、白米は持ってきたんですけども、おかずとなるものは一切持ってきてないもんで、それをね、その南部で買って、それから奥山キャンプ場に向かおうというね、そういった三段で行こうかなと思っておりますので、まずは道の駅南部に向かってバイクを走らせていきます。ということでね、今回の奥山キャンプ場一泊キャンプ、お姫な方ってどういうことで、お姫な方でも分かるな、ね、女の人だよね、美しいね、お姫な方とね、そしてゲスな野郎それは俺だよ、あとはね、皆さん、ね、よろしかったらご視聴いただければ幸いです。ということで、よろしくお願いいたしますああ、やっぱりね、こう凍結スリップ注意って書いてありますな
さあ滑るぞ。ギャグだけじゃなくてバイクまで滑ってやるからね、本当に滑り倒してやるからね。凍結マイナス2度って書いてあるぞ。さあマイナス2度でございます。おー冷えてきましたね。足首がね冷たい、足首冷たい。そんないね。このトンネル好きなんだよな。このトンネルかっこいいよね。こうやって格子になっててさ、暗くないんだよね、だからね。さあね、今ね道の駅の富沢を出まして、さらに北上して道の駅南部に向かうところなんですけども、何しろねびっくりしたことにね、 GoPro のバッテリーのね切れがめちゃめちゃ早い。やっぱ寒いからですね。相当ね負担がかかってるようでね、バッテリーね想像の半分も持たなかったぐらいですね。ということでここを左折しますいってぐるっと上がっていくと道の駅南部、こんな感じですね。バイク駐車場ここか、二輪車ここですな。よし、とりあえずはここでね買い出ししてきます。ただいまの気温はね 5.4 度ですね。よし、これでキャンプ場行こう。今日の装備はこんな感じですね。キャンプに行くたびにね、荷物がどんどん増えてくもんでね、大変です。よし、はい、そういうことでね、道の駅南部今ね、出まして、これからね、いよいよキャンプ場のある奥山温泉に今から向かっていきます。さて道の駅富沢ね、このね松茸がね、タケノコがね象徴的なね道の駅ですけども、そこを越えて次の信号、ここをね右に曲がります。ほら書いてあるでしょ、奥山温泉ね。13キロ、こっからね奥山温泉に向かっていきます。さあ道どうなってるかな。でもね今のところねすごく暖かいのでね、さっきはマイナス2度とか書いてあったけど、すごく暖かいんでね、多分ね凍結はないと思う。大丈夫な気がする。さあここですね、奥山温泉、この細い道をね曲がります。こっからがね本当の山道です。心配してるのはね、この道が凍ってたら嫌だなってことなんですよ。ちょっと慎重に行きます。スピードは出さないでね。癒しを求めていくぜ、温泉入るのだ。さあ奥山温泉ね、キャンプ場もうそろそろ着きます。よかった、ここまでね全然道路のねコンディションはいいですね。凍ってるような場所はなかったです。よかったよかった。ロッジ見えた、よし着いた、着きましたね。この川懐かしいな、帰ってきましたぞ。おー来たな、ここが F サイトかな、 F ですね。そしてずっと上がってって、おお、キャンプしてる人いませんね。よし、ここのトイレで泊まろう。よし到着だ。で時刻10時37分ですね。ちょっとねサイトをね見て、どこのサイトにするか決めよう。サイトもね決めたのでね、これから受付をやって薪を買って、それでねまたサイトの方に戻ってこようと思います。さあいらっしゃいませ、奥山温泉へようこそということでね、奥山温泉の中に受付があるので、そこまでね歩いて行こうと思います。
ね。はい、どうもこんにちは、つぶくろスタジオハロ八郎です。今年一発目のキャンプです。元ブログでもね、紹介した通りね、今日はね、福士川渓谷青少年旅行村奥山キャンプ場に来ております。でね、受付済ませまして、ただいまの時刻13時ね、20分になってますね。1時20分。それでね、今設営した感じはね、こうなります。ということでね、こんな感じで設営しましてね、以前ね、奥山キャンプ場に来た時にサイトをね、ざっと紹介したんですけども、A から H とかまであったのかな。その中のね、今日ね、泊まるところはね、A サイトに、決めました。この A サイトね、ちょっとね、普通の他のサイトと違ってね、小高くなってるところがありまして、なんていうのかな、野外ステージみたいな感じなんですよ、本当に。ここでね、なんかオペラかなんかね、歌ってね、野山に響かせてやろうっていうようなね、そんな感じ、ここの全体がね。うん、そこでね、今日ね、テント張ったんですよ。でね、今のところね、カンソロだそうです。誰も予約は入っていないということでね、カンソロになりそうです。でね、そんなね、カンソロのね、夜なんですけども、ただいま13時20分のね、気温をお伝えします。はい、ただいまの気温はこうなってます。じゃがじゃん、12.8度。こんぐらいの気温だったらね、いつも言ってますけどね、非常に過ごしやすい。でもね、元ブログでも言った通りね、寒波が来るのでね、今夜あたりはね、すごく寒くなるんじゃないかと思って、薪もね、このぐらい用意しました。だ、薪をね、3束。それでね、今回はね、1月最初のね、今年最初のキャンプということでね、癒しを例によって、1月のキャンプはね、こう年末の疲れを取るため、癒しを求めたキャンプとしてね、やっていこうと思うんですけども、今日はね、奥山温泉も入りますしね、それでね、夜はね、癒しのキャンプ恒例のあれをいただきます。それとね、もう一つね、今回ね、4つほどね、新しいキャンプギアを買ったので、4つ随時ね、いっぺんにじゃなくて使う時に随時ね、紹介していきたいと思いますので、興味のある方はね、そちらの方もご覧いただければと思います。美味しい。